野村芳雄の好きで何が悪い。シェリル・クローで All I Wanna Do 聞いていただきましたということでございまして、一月ぶりのご無沙汰でございます。生放送エモーショナルビート野村芳雄の好きで何が悪いということでございますけれどもですね、皆さんお元気してるでしょうか。一月前と気候が強烈違うんですけど、途端にもう秋になってしまった感じね。秋っつうかもう冬の手前っていうか、今日なんかも結構過ごしやすい、ね、いい感じの、僕的には気候的にはすごくいい感じなんですけれどもですね、まあでも曇ってるからお天道様は出てほしいななんて思うんですけれども、ただこのちょっと最近涼しくなったっていうのを踏まえてちょっとお散歩しやすくなったっていうのはありますけどね、私的には。また歩いてますよ、すんごい歩いてますね。毎日だから1万5000歩は必ず歩いてる感じなんですけど、今日も一応散歩軽く後で触れようかななんても思っておりますんで。で、最近あと散歩と何してるかっていうと、相変わらずのあれですよ、プランモデル、クラブプラモデラーズですからね、私、前からずっとプラモデルやってるんですけど、前までとちょっと状況が変わったのが、すっごいギター弾いてます。うん、他の楽器もちょっと触ってるんだけど、すっごいギター弾いてて、で本当に 1日ぶっ続けで2時間ぐらいとかずっと弾きっぱなしとかね、3時間ぐらいは弾きっぱなしとかっていう、状態をなんかやってますね、家で。だから なんていうの、僕そのまま部屋で無観客ね、部屋で無観客ライブの無配信、これが一番最近のマイブームでございまして、あんな弾いてるところは見せられないなみたいなさ、T シャツパン1みたいな、そんな感じのスペシャルライブでございますけれども、そんなことやっておりまして、あと曲作ってて、ちょっとまあ作んなきゃいけないっていう状況もあるんですけれども、今ちょっと曲を作ってて、昨日も一曲作って仕上げたんだけど、キーが合わなくて、すごい歌になってるって分かるかな。普通の歌のところはさ、普通のキーでさ、うわーだーって歌えるんだけど、サビになったらちょっと高くなっちゃったから、あー声出ないみたいな、そういう、これどうしようかなみたいな、いい曲なんです、すごくいい曲ができたんですけど、なんとかする方法を今考え中ということで、まあもし CD とかになる場合、僕歌わないんで別にいいんですけど、デモテープなんでね、そんなことやって過ごしている毎日でございます。うん、あ、そうだ、この前このスタジオにも貼ってあるけど、秋の交通、全国交通安全運動のあのモデルさんたちって、桃色クローバー Z だ、この前会った人たちだ。まあいいや、ギター弾いてきましたよ、すごく速いなギターを弾いてきましたけど楽しかったですという感じでございまして、さ、まあ今日の番組のですね、皆さんにいただきたいメールのお題でございますけども、本日のお題はあなたの自慢のオリジナル料理。これいいですね。どんな料理が飛び出るのか。またメールがすごいいっぱいあって、今からメール読んでどの順番にしようかななんて考えてるところでございますけども、まだまだメールは受け付けております。メールアドレスは、info@885fm.jp になっております。info@885fm.jp になっておりますので、どしどしとお寄せください、お待ちしておりますっていう感じで、じゃあここでまたちょっと曲の方に行きたいななんて思います。まずはですね、ボニーピンクね、ボニーピンクでヘブンズキッチン、いいじゃないですか、キッチン。そしてあとエルマロで、カルム、2曲続けて聴いてください。よちさんぽはい、ありがとうございます。よちさんぽ、まあまあまあ、ここのところ最近はうちの近所をずっと歩いてることが多いんですけれども、そういえば今日はあなたの得意料理何っていうので、あのね
よち散歩行くと必ず食べるものがあって、ある場所に行くと、秋葉原に行くんですよ、よち散歩ね。ここでも結構話はしてると思いますけど、秋葉原でガチャガチャ回しに行くだけなんですけど、私の場合、ガチャガチャ回しに行くだけなんですけど、秋葉原に行くとさ、電気屋街というか、もう最近はなんかそういう、まあ電気屋街状態なんだけど、サンボっていうお店があるの。牛丼専門店のサンボ。僕写真持ってるんですよ。こういうところね。これもう黄色い看板のサンボ。これ実は僕のこの写真に写ってる、真ん中に写ってるのがお店のお母さんです後ろ姿ですけども、ここでさ必ずさ食べるのがさ、まあそんなメニューって1種類っていうか2種類しかないんだけど、牛丼なのか牛丼を別なのか どっちかっていう、こういう状態だ。セパレートなのか丼なのかっていうさ、でも頼み方が未だにわからない。特製とかね、なんかねメニューがね、なんか1個に対して3つあるんだけど、どれ頼んでも全部同じ感じなんだよね。だ何が違うんだろうなっていうのを、でも聞いたら怒られそうだし、お店の中に入ると絶対携帯触るなみたいなこと書いてあったりとか、意外とねこだわり系なんですよ、すごくね。でもこ分かるか、みんな分かるか、これあこんなやつだよ、明るすぎるね、これ美味しいんですけど、これ今飛んじゃうね、意外と暗くすると見える、ほらあちょっとこれで見える、こんな、なんとか写真を見れるようにしましょう後でということでございまして、それ食べるんですけど、今度聞いてみようかな、ちゃんと何が違うんですかそれってっていうのをちゃんと聞いてみたいと思います。でもなんか普通に他に食べてるお兄さんたちはなんか当たり前のようになんか食べてるから、なんかあるんだろうな、やり方、裏メニューがないか、なんかやり方があるんだと思う。あとね、今日意外とみんなの料理の方に僕は早く行きたい感じがすごくしてるんですよ。よち散歩、今日よち散歩何歩ってやってないね、一応言ってみましょう、4398歩。あ、もうちょっとで4時だったのに、くっそー、もうちょっとだったよ。ということで、まあよち散歩、あとはもううちの近所歩いてるんですけど、近所歩いてお腹すくとその友達の店に入るんですけど、その友達の店がすごく素敵な、すごく素敵な料理を出してくれる店なんですけれども、さ簡単に言うよ、豆腐料理なんだ。豆腐料理で、納豆、それと塩昆布、細いやつ塩昆布と、それを卵でくるんでて、上にネギとおかかをバフって食べるだけなんですけど、なんであれがうまいんだろう、なんか秘密があるんだと思うんですけどね、それは秘密は全然教えてくれないんで、食べに行くだけなんですけど、そんなのもありますね。今日食べ物の話ばっかりでいこうか、そうしようということでございまして、まあみんなでちょっとメールいっぱい紹介したいなと思うんで、ちょっとよち散歩またちょっとどっかちゃんと街に行った時にいろいろとチェックワンツーしたいなと思っています。この辺で一曲聴いていただきましょうかね、すっごい好きな曲なんですけど、シングルズっていう映画があって、その中で使われてた、曲なんですけど、僕大好きな曲です。スクリーミングトリーで Nearly Lost You。 スクリーミングトリー聴いていただきましたということで、かっけー、相変わらずかっこいいですねということで、本日のお題はですね、あなたの自慢のオリジナル料理ということで、今日はお腹がいっぱい空いてしまいますみたいな感じでございますが、もうねすごい数のメールがたくさん来てる、嬉しい限りでございますけど、まあこの辺オリジナル料理なんで、ちょっとすごくオリジナリティのある
ところからなんか行こうかなと思うんですけど、このごとちゃんママいただきました、ありがとうございます。まあ、一応ちゃんとタイトルをつけてくれてますね、いろんな人が。どういう料理なのかというと、鶏肉のコーンマヨネーズ焼き、いいっすね。鶏のもも肉を塩ごまで軽く炒めて、それもうずっとこれ読んでたら多分ね、メール2個ぐらいしか読めないんじゃないかなみたいな。作り方気に入って書いてくれてるんだけど、どうなんだよ、ちょっとこれ本当でも作りたいなと思うのも実は全部読んで1個あったんで、それはちょっと真似しようかなと思うんですけど、まあ鶏肉のコーンマヨネーズ焼きですよ。想像してください、絶対うまいらしい。お好みでゆで卵一緒に煮ても美味しい。おかしい、うん、あのコーンマヨネーズ焼きなのに一緒に煮るどっかでずれ始めてますね。煮るバーナーになってますけどもね、そういう感じです。これいいですね。でもね、鶏肉もコーンもマヨネーズも全部好きだから絶対美味しいんだよ。あとこれ直江さんいただきました、鶏のささみのバター包みフライ、フライ焼きじゃないんだ、バター包み、鶏のささみのバター包みフライ、いつバター入れる。これ軽く開いたささみでチーズを焼いてフライにするはずだったんですけど、何を勘違いしたのか、バターを包んでフライにしてしまった。あ、そういうところから生まれちゃったんだ。でもあっさり味のささみにバターのコクがプラスされて美味しく出来上がった。あ、鶏のささみを切ってバターを入れたで揚げるんだ。鶏のささみをバターで包むわけじゃないよね。それは難しいよね、バターのフライは。これ美味しそうですよ。これどうですか、ホワイトボーイさんいただきました、カレーラーメンライスいいっすね。インスタントラーメンね、できれば塩ラーメン系を普通に作って、その鍋の中にカレールーを入れて、隠し味でちょっと一口チョコを2個ばかり入れます。で丼にご飯入れて、お茶パン一杯分、そこへできたカレーラーメンを上からかけるんだね。いらない、これはいらないよ。でもこの前やった、僕がやったのはカップヌードルでチャーハン作るってのやったけど、うめえ、美味しかったよ。見た目も最高にあれだったしね。カップヌードルを普通に袋をに移動させてパリパリに割って粉々にして、もう一回そのカップの中に戻して、その麺と同量の水を入れて、ふやかしてる間にご飯をフライパンに置いて炒めてて、でそこに生卵をバーンって入れて、こうちょっと卵焼き風パラパラ卵焼きになったら、そのさっきふやかしてた麺をドカッて入れてかき回すだけで、調味料何も入れないっていう。で出来上がりはもう見た目パーフェクトチャーハン。たまにエビが見える、エビと謎肉ね、見える、すっごい美味しい。であのそれもしかもさ、こういう入れ物にカップに入れてさ、ご飯それを入れてさ、お皿にこうやってパコンってやって、ちゃんとこうお店屋さんみたいなさ、チャーハン作って写真撮って最高だぜと思って食べたら、カップヌードルの味、そりゃそうだよな、その味しかしないものね。でもすっごく美味しかったです。さあ続きまして、カボさん、あ、これいいですね、こういうの、主婦歴27年、料理は全般そこそここなしますが、得意と言いますと迷います。祖母から教えてもらった厚焼き卵が一番得意です。甘くてほんのりお出汁、お弁当の定番です。シンプルでいいじゃないですか。これあるでしょ、家庭の味っていうのはさ、それぞれ。もうあの野村パスタはもう誰も作れない、作れんのがうちの母親と姉ちゃんだけ。今野村パスタはもう4時間かかるの、パスタ1個作るのにすごいと思わない。でもね、すごもうあんな万能なソースないね。作り方教えないけどちょっと挑戦してみますよ。意外と暇だから僕全然仕事ないってことでしょう。今暇なんですよ。プラモデルじゃなくて今度野村パスタ作ってみますよ。どんどん行きたいね。続きましてこれはすごいですね。
世田谷区の長友さん、この人はウーロン茶ゼリー、なんてことないんですけど、ウーロン茶を濃いめに煮出ししてゼラチンで固めて練乳をかけて食べるんですけど、これがシンプルで美味しいっていう、お腹空いた時いいですよって、黒ウーロン茶で作ったら贅沢ですって書いてあるんですけど、今日も僕は黒ウーロン茶ですけども、もっと苦くなっちゃうね、きっと黒ウーロンだとね。でもお茶に練乳ってどうなの、このウーロン茶に練乳を入れてるってことでしょ、甘いウーロン茶、よし悪くないぞ。あ、また出た、レシピ付き、これレシピ付き、年中無休戦士の純子さん、レシピ付き、タイトルね、料理のタイトル、鶏レバーと長ネギを、長ネギ青いところのオイスターソースに、タイトルも長いですね、今見てます。あ、すごくめんどくさそうです想像してください、鶏レバーと長ネギのオイスターソース煮ですね。だってもうメニューが大、レシピ大変、もうこんなお題にするんじゃなかったっていうぐらいレシピか、なんでみんなそんなにいっぱいレシピちゃんとか、もう本当にいい人なんだね、説明したくてしょうがないでしょ、オリジナル料理だから。ペンネームたかちゃんね、オリジナル料理というよりも残り物の簡単料理ですけど、冷蔵庫に残っているお野菜何でも、人参、きのこ、ネギ、セロリ、ピーマン、レンコン、タケノコ、細かく刻んで油で炒めます。そこに焼き、ひき肉か、ひき肉と納豆を入れて、醤油とお好みで、お好みで一味で味付けして完成と。でレタスやサラダに巻いて食べるとめちゃくちゃ美味しい、でいくらでも食べれちゃいます。アレンジとしては薄揚げの中にいなり寿司のように入れて、爪楊枝で止めて、ちょっとフライパンで焦げ目をつけてお醤油をかけて食べる、これも美味しいです。優勝これはだって絶対美味しいでしょ、毎日味が違うんだよね、きっと残り物ってね。あ、でもね、優勝取り消し、人参が入ってたからあんま人参得意じゃなかったりしますね。さあ、これどういうこと、今日面白すぎるんだけど、本当にあのさ、レシピ読みやすい人と読みにくい人がいるっていうのとさ、文字がでかいのとちっちゃいので、多分ちっちゃい文字読まないようにしてるのかもしれないんだけど、ごめんね本当に申し訳ないよね、ひどい男だね。今さらユミポンさんいただきました、自慢のオリジナル料理、カレー粉を使わない自己流カレー、カレーじゃないじゃんっていうね、これでカレーでいいのかみたいな感じですけど、ターメリック、クミン、コリアンダー、いろいろなスパイスを入れて、隠し味はリンゴと蜂蜜は入れずにアンズジャム。ほう、キーマカレーが一押しだけど、スープカレーや季節野菜のとろーりカレーなど自由自在、気分はインド人。そうですか、インド人もびっくりですね。でもこれターメリックとかクミンとかコリアンダー入れたらカレーになるんじゃないの、普通カレー粉入れてないってことか、すごいね、優勝、今日の2人目の優勝です、ね、ちょっと食べてみたいですね。これでもだってカレー風味になるんでしょ、きっと。すごいカレーは大好きですからね、やっぱね、ちっちゃい時嫌いだったのよカレー、ちびっこの時食べれなかった、中に何がいるか分かんないから。今カレー大好きね、毎日カレーでも OK ということで、そんなちっちゃい時にあの初めて買った LP がありまして、レコード版ね、 LP 版初めて買ったのがフィンガー5なんですよ。フィンガー5の LP をうちの姉ちゃんとお年玉半分ずつ出し合って買ったのがフィンガー5のファーストなんですけれども、もちろん未だにそれ持ってますけど、その中に、大抵まあ作曲先生が作ってたりね、する曲が入ってたりとかして、あとジャクソン5のカバーの曲が半分ぐらい入ってるね、フィンガー5のファーストって。その中にオリジナルの曲が入ってるんですよ。しかもフィンガー5、5人兄弟、そのうちの一番上の和夫さんっていうお兄ちゃんが作曲した曲で、
っごい好きな曲があるんで今日はそれをお届けしようかなと、思います。全員が左分けね、フィンガー5ね、僕右分けね、だからフィンガー5入れなかった。さあ聞いてみましょう。フィンガー5でファーストアルバムの中から恋の研究、フィンガー5で恋の研究聞いていただきました。意外と8割方歌詞を覚えてましたということで、フィンガー5は相当影響を受けてますからね僕はね、じゃあちょっとまだもうせっかくのメールいっぱいいっぱい来てますんで、どんどんちょっと、あ、番組の方に今書いてくれてる人もたくさんいますね。これせっかくなんで今出てる、お名前けいこちゃんいただきました。番組あのね、アボカド辻子アボカド丼です。辻子とアボカドをご飯にのせるだけ、これは味付けしなくて大丈夫、刻み海苔のせればもうなおよし。だってアボカドって醤油系だとなんだっけ、お魚のマグロの味かね。だからマグロ親子丼ってことでしょこれ、海苔的には。で、あのね、アボカドが苦手です、失格今日失格とか合格で、私が勝手に判断したいと、思いますけどね。あ、これちょっとまた来てますね。今来て書いてくれた滋賀県の滋賀のマチューさんいただきました、特に名前はないんだけど居酒屋さんで食べて真似して作った、なんだろう、豆腐と出汁と卵を混ぜて刻みネギとともにフライパンで焼く、ふわふわで美味しいよ、合格これは絶対美味しいでしょ、意外とそういうお店屋さんの美味しかったのを真似して作るっていうかさ、自分の何記憶だけで作るのっていうのも結構美味しいオリジナル料理ができたりとかすることあるじゃないですか。だからそう、合格です、これマチュー合格、こっち来てますよ、メールで来ました。ラジオネームチャワさんいただきました、はい、なんだって、え、なんだって、私の煮物系の味付けはみりんとお酒と砂糖を使わず追いがつおつゆに減塩醤油少しと献立いろいろ味噌を少し入れます。全部目分量、献立いろいろ味噌は名古屋市名物赤味噌でできてて、つけて味噌食べて味噌っていうのもあります。ナスとひき肉をこれで炒めた麻婆ナス風も子供たちが好きでよく作ります。読んでてあまり分かりませんきっと美味しいんだろうな、味噌味なんだろうね、なんかすごいね。でもね、みりんとお酒と砂糖を使わず煮つけ物をやるっていう、いろんな技を持ってますね皆さんね。あ、これいいじゃないですか、これいいな、ラジオネームみえたん、お好み焼きを家で作るときは他の食材と一緒に塩昆布、ネバネバの納豆昆布、とろろ昆布を入れちゃいます。食感も楽しいし免疫力もアップするので、ぜひ試して、よっちゃんも試してください。すごいね、昆布と名のつくものはすべて入れるお好み焼き、お好みじゃなくて昆布焼きだねこれはね、完璧にね、昆布攻撃でございますけども、まあでも本当体に良さそうな感じ、ちょっとしょっぱい感じがするね、なんかしょっぱい塩っぽいイメージがなんか来る感じがしますけど、でも、でも食べてみたい感じする。お好み焼きってさ、よく広島風のお好み焼き屋さんが好きで行ってたんだけど、そのお好み焼き屋さんがさ、あの三軒茶屋にあってさ、そこに1週間のうちの、4日ぐらい行ってたのかな、中野から自転車で、で毎日通うのめんどくさくなって三茶屋に引っ越したの。そこのお好み焼き屋さんがあったから僕さ、あの引っ越したんですよ、三茶に中野から。でその時にお好み焼きの生地の、美味しくなる方法を教えてくれたの、そのお母さんがね、あのもうなくなっちゃったんだけど、あのちょっとだけカレー粉を入れるんだって、お好み焼きの生地の中に。そうするとほんのりのなんかふわ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 食感っていうか、なんていうのかな、なんかね、隠し味で美味しいって言ってた。ちょっとカレーの味がしちゃいけないんだって言ってた。じゃあカレー粉やめろよって言ったんだけど、カレー粉入れるとうまいんだよ、まあ広島県人のね、
あの広島焼きの方のやつですけど、らしいですよ。ぜひ試してみていただきたいと思います。あ、うん、また納豆料理ありましたね、明美さん。餃子の皮に納豆と好きな具材を入れて包む、揚げる、以上。だってこれ別にさ、美味しいじゃん、絶対絶対美味しいじゃん。だって納豆餃子とかありそうな感じもするしさ、絶対美味しいと思うんだよね。もう一個読んでみようかな。うん、もう一個読んじゃおう。ターミーいただきました。得意料理というかアレンジメニューよくやります。ミートソースを作って余ったらそれにカレー粉を混ぜて、ドライカレーやシチューが余ったらマカロニ茹でてチーズかけてグラタンにしたり、魚焼いてかけてホワイトソースがけにしたり、ちょっと手を加えることで次の日も違った料理を楽しめます。これあの秘伝のタレみたいなもんですか、よく焼き鳥屋さんにあるような、それ状態で何回も使ってやるぜみたいな感じがありますけどね。秘伝のタレね、お店その人その人そのお店そのお店のね、秘密の代々伝わるやり方なんだろうね。こういうのもそうだろうね。同じ一個の料理を作ったはずなのに2品3品どんどん楽しめるという、そんなのもありますけどね。じゃあまたこの辺で一曲聴きたいなと思うんですけど、僕中学校の時にこの曲が歌えるようになりたいと思って、すごい全部歌詞を多分ね、自分の学校のノートに書いて、発音とかも一生懸命やって、なんか覚えた記憶があります。もう歌えないと思いますけど、ちょっと何年か前に歌ったことあるんだけどね。大好きなバンドで、キスでハードラックウーマン、キスでハードラックウーマン聴いていただきました。ということで、相変わらず曲をライブで聴きましたね、今ね。なかなかかっこいいです。相変わらずかっこよかったでございますけども、今日は皆さんからですね、あなたの自慢のオリジナル料理、たくさんメールね、書いてくれた人もすごいたくさん、ありがとうございます。今日書いてくれた方々もたくさんいらっしゃいまして、でメールをたくさんもすごいくれたんですけど、もう一個ぐらいしか読めないかなって感じなんで読んどくと、これラジオネームマリちゃんいただきました。自称いいですね、自称三つ星シェフの私が得意なのはフランス料理、フランスパンにバターを塗るだけ。息子もこれがフランス料理だと信じてすくすく育っています。合格。これ一番分かりやすいですね。息子がいつまでそのフランスパンにバターを塗るだけでフランス料理というのを見つばれるかっていうのもちょっと気になるところでございますけどもですね。それはあれでしょう、いつもスイカ食べるときにスイカの名前をまたメロンっていう呼び名にして、ちびっこの時に子供に覚えさせる。そうすると、またメロンっていう名前だと、またメロンって近所に聞こえるようにスイカが出てきた時、すっごい野村さんとこいつもメロンばっかりなのねみたいなふうに思わせるために、ちびっこにでかい声でまたメロンってスイカだって言われるよりはいいんじゃないかということでございます。そんなのはどうでもいいんですけどね。今日もありがとうございました。もうお別れでございますけれども、お題、次回のお題先に言っとこう。次回のお題、もう意外と涼しくなってきたんで、いろんな秋だと思うんですよ。今日は食べ物やりましたから、まあ食欲の秋は当たり前かななんて思うんですけど、あなたにとって何の秋ね、これ小さい秋とかそういうのはやめてください。絶対小さい秋見つけたとかやめてください。あなたにとって何の秋でしょう。スポーツの秋の人もいるかもしれないしさ、その辺はさちょっと楽しみにしておこうかなと思いますけれども、あとはもう今月ちょっといろんなことやってるよ僕。明日ライブなんだわ。なんか横浜で世良正則さんと一緒にライブあります。でそれから来週になって11日か、これは田村直美さんライブ、ギター弾きに行くだけですけど、もちろん、ギターと違う楽器もちょっとやろうかとしてますけども、あとは誕生日の日10月26日に曽我康久ライブ、曽我康久プレゼンツ野村芳雄の誕生日を祝う会、勝手に決められました。で今行こうか行く前か迷ってます。これでやんなかったら普通にやっちんが一人でやるんだろうねみたいな思いますけどね。ただその10月26日に僕ウクレレのアルバムを発売します
しますし予定、間に合うかどうか今一生懸命作ってますけど、タイトルももうちょっとお知らせしておくとですね、ウクレレスローライフ、いかにのんびりこれを聞いてゆっくり生活をね、生活タイミングをゆっくりにしていただこうかななんて思っておりますということで、この番組はですね、モーショナルビートそろそろお別れの時間でございます。この番組は WR レーベルの提供でお送りしましたということで、お相手は私野村芳生でございました。それではまた来月。